CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日も根津さんと二人ごと、おなぎさんともにお送りしていきたいと思います。おなぎさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、タイトルから噛んでしまいました。前回ですね、はい、紫式部の、はいはい和歌といいますか、百人一首の歌を紹介していただきましてですね、はいまあ、非常に私も不勉強で全然意味が分かってなかったということで、その上の句と下の句を読んでですね、その間の一番大切なことは何かということを察するというのが、はいまあ、和歌なんですよということだったんですが、はいまあ、そこで出てきた百人一首について、まあ、私も何も知らなかったので、今日はですね、その百人一首を詳しく説明していただこうかなというふうに思うんですが、はいどこまで踏み込まれるか分かりませんけども、はい、もう一個一個ね、100回かかりますんで百人一首って、はいまあ、そのカルタ取りで結構有名ですけども、はい、あれ江戸時代にカルタとしてああいう形でこう普及をしてたんですね、はい、だから江戸の昔っていうのは天皇のことを知ってる人なんていうのは一般庶民にはいなかったんだなんていうことを平気で、はい学説として唱えたりする変な学者さんもいますけど、うんはい、どうせ百人一首やってんじゃないかとひな祭りだったらじゃないかっていう、はい、そういう話になるわけで、うん、でこの百人一首ってそもそも何かっていうことなんですけど、これここに、百人一首、はい、100人の歌人たちからそれぞれ一首ずつを選んだんですよっていう意味も一つあります、はい、もう一つ大事なことがあるんです、はい、これは100首で一首なんです。1番歌から100番歌までの歌、百首の歌、はい、全部合わせて一つの歌なんです。これどういうことですかそれはそんなこと聞いたことがありません。いや ものすごくだからもうその順番をずっと見ていくと、はい、いわゆるその、奈良時代天智天皇の時代から始まって、うん、で鎌倉時代の初期に至るまでのこの550年間のいわば天皇と貴族の世紀、はいうん、その時代っていうものはずっと誰でも理解できるように、はい、丁寧に配置してあるんです。へはい、配置もそうなってるんです。配置もそうなってる、はい、でこの編纂したのは藤原の定家が、小倉山という、うん、その京都の山で、はい編纂したことになってますけど、うん、だから小倉百人一首ですよ ね、はい、小倉のアンパン、はい、小倉あんの、アンパン、はい、あんこの発祥地も小倉山なんですね。あそうなんです。あだから小倉アンパンって言うんですね。はいはい小倉百人一首と小倉のアンパンはこれは親戚なのかなって僕は食いしん坊なんでもうそういうことで嬉しく思ったりするんですけど、はい、この藤原定家っていうのは平安末期から鎌倉の初期を生きた人なんですね。でこの 時代っていうのは要するに550年間続いた平和な時代、はい、察することを大切にして事件や事故が起こらないように前もってどんどん手を打っていこう、うん、前もってその信、はい、その公公臣民ってありますよね。要するに貴族たちがとにかく民を支えていこう、うん、っていうことをずっとやってきた。ところがそれが保元平治の乱から始まって平家が台頭しそして平家がまた滅ぼされ、はい、で鎌倉に政権ができ人が人を殺し合う戦が次々と起こるっていう、はい、そういう時代を迎えるわけです、うん、どう俺たちは今まで 昔通りにちゃんとやってきてるのにどうしてこんなに殺し合いが起こるんだ、はい、どうして国が乱れていくんだということに言うことに対して非常に強い疑問を持った藤原の定家が、はい、この550年続いた天皇の世紀っていうものを歌で表現し、うん、そして崩れていく世の中っていうものを歌で、はい、その崩れていくことを本当に悲しんでいるっていう、うん、これを百首の歌を使って一つの詩にしているのが百人一首なんです、はい、だからすごいんですよ百、はい、人一首ってこの一番歌が天智天皇ですよね、はい第38代天皇御在位が668年ですからこれが7世紀のことですね、はい、で最後の歌が順徳院です、うん、順徳院というのはこれは13世紀の初めのこれも天皇が上皇になって院になってますからもともとは順徳天皇ですね、うん、つまり天皇から始まって天皇に終わる、はい、そういう構造を持ってる、うん、その間ずっと天皇の政権を垂れていて中盤のところに昨日お話しした紫式部とか清少納言とか、はい、女流歌人たちからずっとこう登場します、うん、何のために登場したのか、はい、女性が輝いた時代だったって言ってるんです、はい、
これほどまでに女性たちが輝くことができた、うん、それは女性が輝ける社会っていうのは社会が安定して平和でなかったら戦争ばっかりやってるところじゃ女性輝けないです、はい、まして女性が文学作品残すなんてできないです、うん、それが現実に可能だった時代っていうものを俺たちは気づいてきたんだよっていう、はい、このメッセージでもあるんです。へーそんな風に、え、でもそれって、はい、真木さんが自分で気づかれたのか、な、何か読まれたんですか。いや、それはもうあのそこが大事なんです、はい、あの百人一首っていうのは、はい、まあ、これ百人一首に限らず和歌の世界はみんなそうなんですけれども、はいはい、基本的に上の句と下の句から言いたいことがここにあって、うん、これを察するという文化なんです ね、 ですね、はい、だから本に書いちゃダメなんです、うん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 、だから和歌を学ぶっていうのはその読んだ歌をどこまで自分が理解することができるかっていうことを、はい、自分自身もいろいろ勉強しながらその歌のことを知っていくっていう、うん、はい、この訓練がまさに華道って呼ばれたんですね。でこれ道ですから、はい、答えは修行して答えを得るっていうことになっていたんで、はい、文字にされていない、うん、だからいろんな形で貶められたり恥ずかしめられたり、はい、もう最近の申し訳ないけど最近のあの百人一首の解説本って、はい、まああまりよろしくないです大変残念に思ってます、はい、例えばあのここに天智天皇が乗っかってますけども、はい、秋元の仮穂の伊予の玉をあらみ我が衣では、はい、ついに濡れつつ、はい、この歌最近の本どの本見ていただいてもいいですけれども書いてあるのは、はい、天智天皇が粗末な庵のところに案内されました、うん、雨漏りがしました、はい、我が袖と手が濡れてしまったではないかと、はい、天智天皇が大変お怒りになっている歌だと書いてます、うん、クレーマー回答そう思いますね、その解釈聞いたら、はい、あの、その大変素晴らしい歌ですっていう前書きから始まって天智天皇がその粗末な庵に案内されそして雨漏りがして我が衣がと手が濡れたということを歌った歌ですよ、素晴らしいでしょって書いてあるんです。でもそれを読んだ子どもたちはどう思うかといったらなんだよクレーマーかよってしか思わないですよね。クレーマーとは書いてないですよ、うん、でもそうとしか取れないような解釈しか書いてないんです、はい、実は全然違うんですよね、うん、この秋の田の仮穂の伊予の友を笑み、あの秋の田んぼの中であの稲刈りが終わって、はい、終わった稲はその田んぼに干すんですね、はい、で干したものを今度は庵にあの粗末な小屋に運び込んで、うん、その小屋の中でその藁を編んで、はい、わらじを作ったりござを作ったりします、うん、でそれをその梅雨に濡れつっていうことは梅雨って朝梅雨か夜梅雨ですから、はい、朝早くか夜遅くまで天智天皇が自らご自身で粗末な御座を編んでらっしゃる、はい、天皇あの 大化の改新という大改革を行った人が天皇となられて、はいはい、民と全く同じようにその偉大な天皇が民と全く同じように粗末な庵の中で手も袖も梅雨に濡らしながら、うん、わらじを編んだり御座を編んだりしている、天皇自ら率先して働いてるんだよ、はい、そのあの田んぼの周りで遊んでる子供たち、はい、天皇自ら働いてるんだ、お前たち少しは親の仕事を手伝え、うん、っていう話になるわけです。はあ、まあまあそういう解釈だとそうなりますよね、はい、だからみんな教育上非常に好ましいと思うから、はい、お百姓さんでも農家でもあるいはその商人の家でも武家でも百人一首っていうのを子供たちにみんな教えたわけです、はい、子供ってあの自ら率先して働く、はい、うん、そのことの大切さっていうのを歌ってるんだよと、昨日百人一首学んだろ、はい、天智天皇の歌があったろ、うん、日本っていうのはそういう国なんだと、お前もしっかり勉強して立派な大人になりなさいって、うん、はい、そうやって教えが裏にぶら下がるから、うん、だから親たちがむしろ率先して子供たちに百人一首覚えなさいってやってくれたわけです。あ、クレーマーだったら誰も覚えるなんて言わないそうですね、いやいや僕ももうどっちかってもう前者ですよ、何も知らずにただ単に暗記だけしてましたから、はいはい、そう思ってあの本にそういうことになりました。今年の3月に出版になります、はい、おお、百日の解説、はいはい、これ全部やります。素晴らしい、はいはい、もう悔しくてね、うーんあの一個だけいいですか、はい、持統天皇の歌がこれ2番歌なんですね、はい、春過ぎて夏気にけらし白田屋の衣干すです、うん、雨のかぐやまって言うんですけども、はい、この歌はですね持統天皇が自ら洗濯をして、はい、川で洗濯です、うん、川で冬の川冷たいですよ、はい、春になったらお洗濯楽になります、夏になったら冷たい水が気持ちよくなります、うん、
そのことを持統天皇はご自身で選択してるから分かってるわけです、はい、だから春過ぎて夏気に入らし、夏が来て気持ちよく水が気持ちよかったから真っ白に洗濯した、はい、でその洗濯物を干しながら遠くに見えるかぐや山を見て、それを亡くなった旦那の天武天皇に見立てて、あなた私今日もこうして頑張ってるわよ、頑張って働いてるわよっていうことを歌にしてるのが持統天皇の歌なんです、はい、ね、そのことを何と解釈してるか、はい、ひどいもんですよ。持統天皇が天皇の、あの女官たちに命じて、うん、そこの川で、はい、館の川で洗濯し終わった洗濯物を、はい、遠くに見えるかぐや山まで、はい、干しに行ってこいと命じたなるほど。そんな遠くまで持ってたら途中で洗濯物乾いてしまいます。当然のツッコミですね、はいはい、そういうふうに教えてるんですか。あの、もう嘘だと思ったら百人一首の本を、本屋さん行って、うん、とか図書館でご覧いただきたいと思います。全部そう書いてあります。いやでもこれね、全国のお父さんお母さんね、あの、まあ、私も子供ができたらそうしたいと思いますが、百人一首子供会とかでやるじゃないですか、はい、ぜひその時に子供たち小学校の時しっかり覚えますから、ちゃんと意味を教えてあげてほしいですよね。素晴らしいですよ、ね、そしていや上の句と下の句 でこれは、まあ、一つの解釈じゃないけれども、一つこういう解釈が成り立つよねみたいなことをした時に、いや分かって面白いよねっていうことを小さいうちに教えておけば、はいはい、将来ね、はい、そうです。それこそ昔和歌で皆さん思いや、ね、恋心伝えて、はい、そのやり取りしてね、はい、この人は非常にね知的だとか、はい、感性があるとか、はい、そうやってお互いのね人柄をこう交わし合ってすごいことですよね。あの死んだうちの親父は、あのうちのお袋を口説くときに、はい、和歌で口説いたんだそうです、そうね、あんまり言ってると自分がバカなの思われちゃうんであんまりこれ以上言わないようにしますけど、本当あの私たちもねこの番組で、あの、松田さんっていう先生がいらっしゃるんですよ、はいはい、で彼も和歌をちょっと、あのそのね、なんか子供たち向けの和歌教室みたいなのをやりましょうかって企画があるので、まあ、でも今日のこの百人一首の話を聞いて、はい、ますますちょっとそういう思いが高鳴ったというか強くなりました。本当に面白いですよ、はい、すごいです。いやちょっと次回もですね、まだちょっと聞き足りませんので、はい、百人一首について少し聞ければなというふうに思いました、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。